皆さん、こんにちは。アコです。今日は自転車についてお話しします。皆さんは自転車に乗りますかよく自転車を使っていますか私はコロナの前は毎日自転車を使っていました。私は今は仕事は全部家でリモートでしているんですが、 2020年の2月までは生徒のオフィスに行ってレッスンをしていました。その時家と駅の間で自転車を使っていました。日本で大体の子供は小学校に行く時一人とか友達と行きますね。私の子供も今二人とも小学生なので 自分たちで学校に行きます。これは本当にすごく助かっています。でも、小学校に入る前は幼稚園に行っていたのですが、その時は私が送り迎えをしなければいけませんでした。送り迎えというのは、幼稚園に子供を連れて行ったり、 帰りに迎えに行ったりすることですね。その送り迎えの時に自転車がとても役に立ちました。私の持っている自転車は三人乗りです。運転する大人と、あと前と後ろに子供を乗せることができます。そして電動自転車です。 電動自転車というのは電気の力で自転車の運転を楽にしてくれる素晴らしい自転車です。日本では電動自転車がとても人気で使っている人がたくさんいます。私も10年ぐらい前に初めて電動自転車を買ってからずっと電動自転車を使っています。 初めて乗った時本当に感動しました。大変な坂道でもスイスイ簡単に登れるし全然疲れないし電動自転車最高です。特に子供を乗せていたら自転車は本当に重くなりますから電動自転車はさらに便利です。安定するように タイヤが太くなっているし、子供の座る位置も低いし、色い々ろいろと安全性もどんどん高くなってきていると思います。うちはもう子供は小学生だから一緒に乗ることはできないので、今は自転車に乗るときはいつも一人ですが、それでもとにかくいつも電動自転車です。 そして今はリモートで仕事をしているので、毎日駅まで行くこともなくなったけど、それでもとにかく電動自転車です。子供が英語のクラスに行く時の送り迎えとか、そういう時に使っています。ところが、 ところが、なんと、先週、その大事な電動自転車の右のブレーキが壊れてしまったんです。困りました。子供の英語のクラスのお迎えに行かなければいけなくて、でも家から歩いて30分ぐらいかかるから、自転車が必要でどうしようかなと困ってしまいました。その時はしょうがないから、 12歳の息子の自転車を借りることにしました。12歳の息子の自転車は電動自転車じゃないけど新しくてサイズも私にぴったりなのでたまには普通の自転車に乗ろうと思いました。でも実際に乗ってみたらすごく大変でした。私は10年間ずっと と電動自転車に乗っていたから、普通の自転車がこんなに重くて大変だなんて忘れていました。えーなんでこんなに重いのタイヤに何か問題があるんじゃないと思うほどでした。なんとか頑張って英語のクラスまで行けたけど、いやー本当に疲れました。 今私は普通の自転車に乗っている皆さんを尊敬しています。私は伝統自転車が大好きだけど、やっぱりもうちょっと普通の自転車に乗って運動した方がいいかもしれませんね。はい。というわけで、今日は自転車の話でした。 面白いサイクリングの話じゃなくてごめんなさい。<laughs> でも今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。